つぼいのつぼです。はい、ということでございます。いろんなことがありました。これもねちょっとご紹介しようかなと思いながら、はい、ご紹介できずに終わってしまいましたかね。こんなこともありましたねということですよ。友和さんと嵐の方からいただいておりますけれども、それからこちらの方、匿名希望の方ですが、大阪桐蔭高校の森智也くんと久米くんというね、はい、この二人の高校球児人命救助したとして JR 西日本から感謝状を送られたそうです。先月13日の朝7時25分ごろ、通学途中の JR 新今宮駅で、久米くんがホームから、道路に男性が転落する瞬間を目撃して、久米くんはすぐに森行くぞと言って森くんと線路に降りて、転落した男性を二人でホームに上げまして、乗客に男性を預けてそのまま通学したと。駆けつけた駅員が制服と野球部のバッグを見ていたために学校に問い合わせて人命救助をしたのが森くんと久米くんだということが判明したそうです。当たり前のことをしただけ一つの命が助かってよかった。こんな大事になって驚いていると森くんは言っておりました。ねえ、西武のこの森くんの方が知名度が、ドラフトでね、はい、なんかこう選ばれてる人ですから、ね、知名度があるので森くんのインタビューの方ばっかり流れてしまって、久米くんの声はなかなか聞けなさそうですけども、横にニコニコしてる顔が可愛いです。優しそうな顔してるわ、うん、おばちゃんすっかり不安になってしまいました。卒業後は関西大学で野球を続けるそうなんで応援したいところですね、はい、というようなね、あのお便りもこれあって、皆さん感動してね送っていただいておりまして、元高校球児の母さんからもやっぱりね、息子も元高校球児だったんで関係ないですが、自然に頭をよしよししてしまいました。画面に向かってよしよしよし、うん、それから四十八手でヘルニアさんという方も、また何も言わずに立ち去っていくところもかっこいいですね、ということでね、坪井さんだったらオレ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 、そういうことやわ。そうです、そういうことで、もう 何かにつけて名前を、あのその日の朝番組に来たらまず最初に皆さん、こういうことですよ、はい、話は変わりますけど、はい、小高さんのふるさと出身の白髪和夫さんというあの画家さん、具体 の、あの高校の先輩ですよ。そうですよ、はい、あの方今この間亡くなられたんですけども、はい、神戸の美術館かな、あそこの、兵庫県美術館かな、はい、あの あの王子動物園のそばにあったやつや。、はい、あそこね、あそこで最後、はい、移転するということで、はい、白髪和夫さんの個展というか、もう企画展をやるんだという時に、はい、私の持っている白髪さんのたった一点のやつをですね、貸してくださいということで貸しました、うん、大概そういう時にはあのブログとは図録の方には個人像と書いてあります。それさん、どう表記しましょう。つぼいのりお像。それでお願いします。つばひろがなで、あ、およろしくお願いします。で他見たらみんな個人像と書いてあるんですけども、もうそんないいです。もうその名前なんかもう個人言うて言っても特定せんといてください。私は、自慢じゃないので、しっかりパッと書きました。個人像ではいかない。そういう私とは真逆の立場にいるのがこの球児たちですよね。何も言わずに立ち去っていくということです、はい、よし改めミッドナイト空海、すごいですねこの方ですけども、まあ本当にね、やっぱり、失敗した人も今までいましたからね、うんうん、無事でよかったですね。よかった。横浜での悲しい事故もありましたからね、うん、本当によかった。それから山猫亭さんからも、これはね、体力に自信があったということも、これ高校球児でしたから、私もね、うん、ホームで一回そういうなんか事故みたいなのに出くわしたことがありますけどね、うん、驚きと怖さでね、身がすくんで普通は動けないですよ。助けてあげたい気持ちがあっても、やっぱとっさに動けるっていうのはすごいですね、うん、ねえ、それは前も僕言いましたね、基礎福島で、基礎福島でですね、はい、降りました、はい、そしたら一緒にまだ降りないような子もホームにね、うろうろと出てきたんですよ、うん、でまあちょっと散歩しようかね、でまた扉が閉まる前に乗り込んだらええわ、はい、いうことで、ほいでその子うろうろと出てきたんですよ、うん、ほいでうろうろと出てきたら急にボーッと扉が閉まっちゃったもんやから、はい、そいつは慌ててですね、わーっとそこへ行ってほっと手かけたらですね、うん、自分の体は入らず手だけ挟まって、それで手が抜けへんんですよ、うん、でガタガタンガタガタンって列車が、うん、列車が動き出すだけや、ガタガタンガタガタンや、
ほんでガタガタンってしたら、その子も一緒になって、あーっと走っていくわけや、うん、やって、うん、でもホームはもう向こう行ったらホームあらへんや。切れちゃいます、ね。切れちゃいます。スピードもこの走ってついていけるうちはええわさ、うんうん。ガタガタン。だんだん速くなるし。ガタガタンと言って、そしたらですね、まあ今の車両ではないと思いますけれども、うん、じゃすぐ横のところの窓がですね、はい、開くような窓になってますから、はい、思いっきり抜いてってお姉ちゃんが言って、でピューってやったら手がスポッと抜けて、はいってお姉ちゃん手差し出して、その子スルスルっと、車両の中に入れられて、これでよかった。その間僕ら、じーっと立っとるだけ。これ知らんぷりしたわけじゃなく、じーっと立っとるだけ。怖いのと、とっさのことなら、やっぱ本当体動かないと、ね。そういうね、小高さんや僕らのような経験があるからこそ、この二人は偉いなぁ。とっさによくやりましたね。ほんで、先ほどの方も書いていただいたミスターボボーさんもそうですよ。やたらテレビはドラフトの森くんばっかりやってるけど、最初にやろうと言って発見してわーってやったのは、久米くんなんやいうこともですね、はい、合わせて覚えとかないかなと思いますよ。はい。